渋谷駅東口歩道橋の工事で最後の橋桁が取り付けられました。多軸台車に乗せられた巨大な橋桁がゆっくりと現場まで移動。クレーンで吊り上げられた後、多軸台車が外され、橋桁は宙吊りの状態になりました。その後、仮止めを取り付ける作業などさまざまな調整が行われ、一旦既存の橋より高く持ち上げられ、その後少し回転させ上からはめ込む形で取り付けられました。今回取り付けられた橋桁部分の供用開始は来年1月を予定しています。以上、渋谷経済新聞がお送りしました。